こんにちは、賃貸山崎です。本日は近鉄奈良線大和西大寺駅から、東北圏内の、フローレンス山麓という、3LDK のマンションのご紹介をさせていただきたいと思います。こちら、大和西大寺駅までですね、徒歩5、6分という、大変好立地な物件となっておりますので、ぜひご覧いただければと思います。まずですね、私がいますのが、リビングスペースとなっておりまして、こちら約11畳ほどと、広々とした、リビングとなっております。ソファやテレビを置いていただいて、ご家族で、おくつろぎいただけるようなお部屋の間取りとなっております。またですね、リビングの方から、バルコニーの方に出ていただけるようになっておりまして、こちらマンションタイプということで、大変広々とした、バルコニーとなっておりますので、こちらでお洗濯物を今ですね、十分干していただけるようになっております。こちらの方がですね、リビングに面したお部屋では和室となっておりまして、こちら約6畳ほどと広々としたところとなっております。リビングに面してますので、開けていただいて、つなぎでお使いもいただけるようなお部屋となっております。またこちらにはですね、こういった収納スペースもございますので、こちらで衣類なども衣装ケースなど入れていただいて、収納していただけるようになっております。またですね、こちらの6畳の和室のさらに奥に、同じような、6畳ですね、こちらも6畳の和室となっておりまして、こちらも、和室をつなげてお使いいただけますので、こちらご家族の、方が来られましても、広々とお使いいただけるような、お部屋となっております。こちらの和室にはですね、押し入れ収納の方ございますので、こちらの方にお布団なども収納していただけるようになっております。こちらの方出ますと、リビングスペースに戻るような形になるんですけれども、こちらがキッチンスペースとなっておりまして、キッチンの方にはですね、お好きなサイズのガスコンロを置いていただけますし、調理台もシンクも、ゆったりとした広さがございます。水切り棚等もございますし、収納スペースに関しましても、こちら上の方と、下の方にございますので、お鍋やフライパンなどをたくさん収納していただけるようになっております。またですね、キッチンの横に、給湯器のリモコンございますので、こちらで温度変更などをすぐしていただけるようになっております。はい、続きましてリビングの方出まして、廊下の方出ていきますと、お手洗いの方がございまして、こちらですね、洋式の、清潔感のあるお手洗いとなっております。またですね、廊下の方にはですね、このような、収納スペースございまして、棚の高さも調整できますので、こちらいろいろな形で、お使いいただけるような収納がついております。はい、こちらが、水回り洗面所となっておりまして、洗面所はですね、このように、閉めていただけるようにもなっておりますので、こちらも大変嬉しいポイントとなっております。こちらに、室内洗濯機置き場ございまして、こちら大きめの独立洗面台となっております。こちらの方がですね、バスルームとなっておりまして、こちらの方にもですね、給湯器のリモコンございまして、自動ゆかり機能やまた、高温差し浮き式となっておりまして、もちろん温度変更なども、すぐしていただけるようになっておりますので、こちらも設備充実した、バスルームとなっております。続きまして玄関スペースですね。玄関スペースもかなりゆったりとした広さのある玄関スペースとなっております。こちらの方にですね、大きめの、シューズボックスなども置いていただけるようになっております。最後に、洋室の方をご紹介させていただきます。こちらですね、広さ約、6.8 畳、まあ、7畳ほどの、洋室となっておりまして、ベッドルームとしてお使いいただけるような、お部屋となっております。こちらの方もですね、エアコンや、またテレビの方も設置可能となっております。またこちらのお部屋にはクローゼットがございまして、ハンガーパイプの方もついておりまして、奥行きもですね、十分ございますので、まあ、衣装ケースなどもこちらで入れていただいて、収納スペースとしてお使いいただけるようになっております。はい、まだまだご紹介させていただきたいんですけれども、詳しい内容は弊社ホームページをご覧ください。また、賃貸のまさきでは、ご来店予約いただきましたお客様、制約時の仲介手数料の方、5500円引きの応募キャンペーン開催しておりますので、ぜひご来店予約お待ちしております。奈良のおもてなし、奈良心、賃貸のまさきでは、皆様のお部屋探しを全力でサポートさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。